ただいまご紹介いただきました藤田になります。まずこのレジュメの方ですね、藤田ともまではいいんですが、歴史の詩を書いてますが、うん、志です、ね、直していただきます。で、ビールの方ですけど、当時国立学校1学年、僕は自体に青森上空が真っ赤だった。翌日黒い亀の縫い柄が飛んできた。覆いかすっていうのは縫い柄ですね、それからもう一つは母と農作物販売。農作物販売といっても幅広いんですが、茹でたトウモロコシです。茹でたトウモロコシを青森の柳町で売ったのが昭和21年の夏です、うん、これだけ、まあ、レジュメの方をご訂正いたしまして、で本論に入っていきたいと思います。私は先ほどの松屋さんと同じ昭和13年7月の生まれであります。昭和20年の夏から、まあ、時系列でお話ししたいと思います。で昭和20年2月まだもちろん雪があります。6歳半の私は学校へ上がれるという嬉しさから、姉のお風呂のランドセルを背負って家の中を駆けずり回っていた頃であるんです。でそれ冬だったんですけども、そんなある日にですね、私の父の弟と私が家におりましたんですが、そういう夏の冬のある日にですね、上北鉱山にちょっと、冬の間トロッコが止まるもんですから、それの補助のために、動いた父が夏のある日帰ってきました。もう冬の3時過ぎですから、ちょっと薄暗かった。そういうところにですね、私の父の弟である、まあ、おじさんがですね、父がドアを開けて家に入るやいなや表紙令状来たと伝えました。私の父は驚きました。なぜか、もう私で表紙令状は来るもんじゃないと心で決めていたんですね。もう昭和20年と言いますと、もう日本が負けるっていうのははっきりしたようなもんです。そして私の父はもうその当時は35歳でした。もう表紙より以上黒子ってないと8割以上は心で決めていたわけ。そういうところで表紙より以上は来たもんだから、私の父はびっくり仰天。あの時のなんていうか、あの顔は今も忘れない。もうドマニア、うちに入ってドマニアでとはいた瞬間に、私のおじが言ったわけです。表紙令状が来たよ。だからドマで靴を脱がないうちに着いた。立ったまま着いた。その時のその恐れた顔というか、父親のそれ今も忘れないほどです。で表紙日は、3月の4日でした。前年の親戚委員長たくさん集まりまして、私の家で周り壮行会っていうんですか、今はあれこれ壮行会っていうんですか、その当時軍人の送るあれは壮行会といったのかな、名前は定かじゃありませんけれども、我が家でおよそ70人ぐらい集まって、ごちそうの果てに行きました。で、こっちに私も全然の人かっても親も私の兄弟もみんな墨で名前を書きました。私はまだ学校に入らないもんですから、かなでともしと書きました。その当時は
それ当時の学校は一年生で入るとカタカナから始まったんですね、うん、で私の記憶では二年生からひらがなになったんですね。そういうあれもあったでしょう。私の姉や姉が私の名前をカタカナで指導していたわけです。で私は父が持っていく日の丸の旗に墨で唐も詩と書きました、その右側には母や姉や姉の名前がもちろんありました。そして、その1階ですね。そこで父の挨拶もあったんですけども、顔だけは覚えてるけどもどんなことを言ったか今はもう記憶にありません。でこの3月4日というのを私は、何で判断するかというと、あの選別帳に3月4日と書いてある。でその3月4日実はあの非常に晴れた日でした。で雪があってですね、道路の雪があの溶けてぐちゃぐちゃした。で、そして私の家からそうですね、市場で10分あります。ちびち市場で。で、その10分間の雪どけで歩きにくい道路を送っていきました。今、上空にある歌は天皇陛下は万歳と使っていた旗の口とか、そういうの軍歌を歌いながら旗を振って、伊豆の方へ向かいました。でその当時は必ず伊豆に着く前に学校へ寄るんですね。で学校で全校生徒を相手にしてこれから行きますよという挨拶をしたと思います。そして私はあの直接の学校へ行かないで伊豆に行ってました。そしたら学校からいろんな絵馬で言えば何ですかね、あれ軍人だとか会というふうな旗を校長先生の奥さんが担いでですね、で一番で来たんですね。そして、いよいよ茶が来ました。で私の父は召集された場所はあの広瀬連帯なんですよね。ですから東北法制、あの父の地域としているのは東北法制の小さい駅です。ですから方向から言えば下れる車です。で下れる車に、ホームでは誰も行かないで父親が茶の窓から広間を振って行ったのが最後です。で私の祖父がその旗を振り回していくところを、私が小さいもんですから家中のところの除雪した段がありますね。こういう段のところを私はちょこっと乗せて、で私がお迎えに発車した列車の父親の旗を振り回していくのを見ました。それが最後に。で、その父は、母と一緒に弘前連帯に行きました。なぜかというと、校長先生がですね、弘前藩士祭りの三上静江先生のお生徒でした。で弘前におれます三上先生の家へ一泊して翌日弘前連帯で入隊したと、こういう中長になるということで、私の方ですけれども4月に国立学校に留学します。1年生は皆さん、皆さんですればこんな、歌のなんていうこんなものはですね、
まあ、見たことないだろうと思いますけれども、これ一年生の1ページ目の歌はです。この一番ずっと歌があるんですけど、一番最初で学校って、学校ってはカタカナで書いて、学校、学まではいいんですが、会と綴ったんですよ、その当時は。で、出番まであります。あの、聞いたらこの歌ですけども、歌ってみますか。一番、みんなでが勉強うれしいな、国民学校1年生、あの、繰り返してくる、みんなで勉強うれしいな、国民学校1年生。2番、現地で体操1年生、国民学校1年生と、これ2番まであったんです。これが昭和20年4月国民学校初等科1学年の、今で言えば音楽というんですか、その当時は評価ですね。教科書は歌の本、歌の本、そしてカタカナで書いています。で、2年生でなりますとひらがなで歌の本になります。まあ、これ、こういうことは皆さんの方が知っているかと思いますが、まあ、念のためにお話ししていきたいと思います。で、いよいよの、です、7月もう夏休みに入っていたと思います。7月の末、うちでオープン門を掘ってやれました。でも、あまり飛行機が来ないので自宅におりました。暑い暑い夜でした。今思えば7月28日の夜です。もう10時半過ぎ、11時近く外へ出て、まあ、なんていうか、夕沈まりもない真夜中です。外の裏の畑へ私行ってました。そしたらもう山の上の西の空が真っ赤、それが今考えれば青森空襲の7月28日の夜だったんですね。そして翌日7月の29日南部地方にですね、私が子供なもんですから畑でもどこでも歩きます。そうするとですね、髪の黒い萌え殻、不完全燃焼になった萌え殻が青森空襲で天井へ上がったんですね、上空へ上がった。で、風の吹くようで翌日南部地方に降った。これは私だけじゃありません。多くの方々が、といっても絵は知ってる人はもう数えるほどだけになりましたけれども、そういうその南部地方でですね、髪の黒い萌え殻が蝶々、黒蝶の集団のごとく、あっ来たなと思えば風で揺られてバラバラ畑に落ちるんですね。これが青森空襲の紙の萌え殻が翌日南部地方に降ったという。そして30日でも少し降りました。結局は青森空襲の夜28日燃え上がった金屑などが上空に停滞しておって、風の吹くようで次の日南部地方に降ったんですね。ここで今途中ですけれども、じゃあ平内町とか、油川の方には降らなかったんですかね。ちょっと途中ですけれども、皆さん油川とか、あの辺で降ったということ聞いたことありますか。あ、ない。津軽の方には降らなかったんだね。風の吹くようですから南部地方に
彼の思いなのが降ったんですね、うん、そして8月の15日になります。でその当時小さい集落ですけども、40軒ぐらいの集落です。私のうちだけしから城がありませんでした。で、戦争で行く父親が町内会長、部落会、城会長、当時城会長って言ったんですね。で、常で開かれる、だから城会で、今で今町内会長ですか。それをやっていた途中にもう引いていったもんですから、で、私のうちにですね、いた8月15日の昼に重大放送があるよという連絡があったんですね。これその当時今電話もないのに、どうしてそんなに3日に嫌があるんだということを伝わってくるのか、今考えてみれば不思議なような気がするんですね。今例えば市町村役場、市役所からの連絡というのは将来会で、公文書で入りますね。そういう図鑑があるわけです。そういうのでこの、重大放送があるというのはですね、どうして町会長にあんなに早く聞いたのか。まあそれはともかくとして、私のうちに近隣の人たちがその重大放送を聞くために大人も子供も集まりました。私のうちの玄関先です。中に入らないで玄関先で着きました。私はじゃあどうしていたか。私は無邪気なもんですから、キュウリ畑で遊んでいました。で、充実になったんでしょうね。天の日から声らしいザラ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 した中でですね、全世界の数星と極端感じましたかって今から文章で言われそういう文章だったんでしょう。で、長々と話をして終わりました。そしたらうちの祖父も祖母も母も何の意味か分かりません。そしたら祖父曰く、何でもこれは戦終わったんだなという言葉でした。分からないはずですよ。皆さんの玉音放送というのを文章で言えば出るでしょう。文学部の大学3年生でも大学の教授でも辞典片手ずたずたずのようなあの文章です。あれ私たち国民で分かるわけがないですね。まあそういう、あれで玉音放送を生で聞いた私です。意味は分かりませんがね、母も祖父母も祖父も分からないんだから、私も当然分かりません。まあ、そういう漁港放送だけでも、ある昭和天皇の声は今も懐かしく耳底に残っている。そして、10月頃にももう暑さが少し揺らいで寒いほどでもないんですが、10月ある日学校で、うちの学校はですね、教科書に何ページからの何行目から何行目まで素で踊りなさい、何ページの挿絵は引いた餌が落ちてるからこれも素で踊りなさい、何ページの何天皇陛下のお写真があるかこれも全て取りなさい、それから何ページの何曜日から次のページのどこまで全て取りなさい。で、そういうある意味うちの学校は指示して、そして私はうちに帰って教科書で全て取りました。学校によってはこれやで、ね、明日き教科書で全てるからすずりと筆持ってください、こういった学校はあるかもしれません。うちの学校はただ父の指示して私は自宅で筆を塗りました。これが筆塗り教科で、なぜ筆を塗ったか、これは洗礼をされまして
今までの教育内容が良くない、不都合なところを全て消す、マッカーサー司令部で出られないうちに早く消そうという意図があっただろうと思います。まあ、そういうことでですね、教科書で知り終わったのが10月頃です。それからもう一つ11月頃ですね、ある日学校で一年生授業を受けていました。そしたら廊下をガチャガチャガチャ、足音がものすごく高いんですね。アメリカ兵が、一人のアメリカ兵が革靴を脱がない、いわゆる軍歌のまま廊下をガタガタ来ました。で、私の授業している先生は僕を使ってか、ドアを先ずらきたか、アメリカ兵がロックしたか、それまで紹介はありませんけれども、そのうちの先生でアメリカ兵が何か何だかと言いました。それは英語、多分英語だろうから私は分かりませんけど、そして授業をストップさせて、先生はアメリカ兵をどっかに案内していきました。そして私たちは当時の生徒は児童はね、まっすぐでおとなしいもんだから、先生がいなくなってもしないと黙っています。そういうことが15分ぐらい続きました。そうしたらパチンパチンパチンという音がするんですね。ランベル学校の音をちょっと開けてみました。そうすると、あの校長先生の菜畑の町の地震に、今までの、重剣道、剣道の道具、それから、木銃ですね、鉄砲の、あの木銃は樫でできてるもんだから、燃やすとものすごいパチッという音が高いんですね。そういう音があの教室まで響いてきたんですね。で、こっそり出た窓では、アメリカ兵が長いマントのようなのが落ちて、で、ね、ほぼ小池先生は立ち会っていったかな、どうかは出さなかったんですが、その畑の地震で、剣道の道具とか、それからあの木銃ですね、これをあの盛り上げて焼いていました。ライターで火をつけて、で、銃はさっき言ったように樫でできてるものと、燃える音がすごいつってパチッパチッ、すごいビデオを弾くような音でした。で、それで、まあ、あのその日はその昔の木銃などを焼いてアメリカ兵がいなくなりました。そして冬でなりまして、1月の1日21年1月1日、これは小学校、国立学校も中等学校もみんな1月1日は何曜日であるにかかわらず学校へ出て、新年拝賀式、もっと難しい言葉があったと思うんですが、なんとか式、これが小学校も中等学校、つまり男子の中学校も女子の小学校も、みんな1月1日学校に出て祝賀式をやって、校長が教育勅語を読んだんですね。その式が昭和21年戦争で負けたにもかかわらず1月1日に私の学校は行われました。行われるのも当然でしょう。戦争で負けた日本の政府どころか、武将どころか、政府はおどおどしているわけですね。今までのやってきたことをやめればいいのか、やめなきゃいいのか、しかしその指示がないわけです。文部省からお祝いでやっている新年祝賀式はやめろと。いえ、それは立
私が入っていないから行われただろうと思います。ですからそこのところを確かめたくて、先ほどの松屋さんで11年1月1日青森の応援はやめましたかと質問したわけです。のはそのわけでした。まあ、そういうことにする。でその配合式の、内容を言いますと、そうですね、この先生がこれが教育直後だとすると、もう教育直後は頭の下にしては失礼、頭より上壊して持ってきてですね、で、手袋、の姿の校長先生に渡して、で校長はこれを読むときですね、言わずして思えば地に思うで我が構想構想国を始めることなんとかであっただろうと思います。で私一年生のもんですから、その内容はこの文献で今 あれしてるんですけれども、そういうことであっただろうと思います。そしてですね、実質には歌が伴いますね、つべがよ、これ当然です。当時はね、それから国旗、この国旗を形容するのが普通ですね。だけれどもこの今日は実質で1月1日の私の学校では国旗、つまりつべがよもなければ国旗もない。つべがよと国旗はもう昭和20年中であれ使用禁止されていたんじゃないかな。今詳しくあの臨表で確か見てみますけど、確か鶴ヶ谷は禁止、日の丸の旗も禁止だっただろうと思います。でまあそういうありで、実施が終わってですね、そして皆さんのあの兄やお母さんお父さんがよく語ってくれただろうと思います。こういうそういうそのそういうその儀式などの場合では、祝賀、いわゆる菓子、祝賀ですね、いわゆる菓子をもらえたもんだ、よく私も兄や兄から聞いたもんです。だけれども私国民学校1年の昭和21年1月1日のこの式には祝賀はありませんでした。まあ食料の事情はあったんでしょう。食うや食わずの時代です。私のうちは百姓です、農家です。でも農家でさえ真っ白いご飯を毎日食べれたかというとそうではないです。そういう時代だったから、ましてや儀式に祝賀など出す余裕はなかっただろうと思います。まあこれがおおよそ私の留学した時からのあれです。で、後になって今度は調べ上げたことをちょっと付け加えておきたいと思います。まずですね、7月の14日、昭和10年の7月14日、青函丸の攻撃の爆撃の音だろうと思います。私の母は、私の弟の根を持っていました。で、母は朝早く裏の畑、ミョウガを取りに行きました。ところが私のジョークです。ミョウガを一つも取らずに帰ってきたんですね。そして言うことでは、もうダダンダダン、お向こうの山の向こうの方から音がする。それで怖くて一応ミョウガを取らずに帰ってきたというジョークが私今でもあります。で、それはあの空襲の前でしたから、今こう年表をひもとけますと、青函丸のですね攻撃の音とこれ時間ですね、がっつり合うんですね。青函丸を攻撃した時の爆撃音が南部の方まで聞こえた。
それが、この話で、その午後になります。午後、今度は彼岸丸などが爆撃されてますね。で、この彼岸丸でですね、実は今村さんは分かっていると思いますが、上野雄次郎さんのですね、上野雄次郎表現ですれば、17歳頃の上野雄次郎さんが朝陽でですね、この彼岸丸で乗っていたんですね。仕事はなぜか、カフ、火の夫と書いてカフ、川立の女子だろうと思うんですね。で、この上野雄次郎さんはたくさん70何名乗っていたらしいんですが、この上野雄次郎さんは助かりました。どうして助かったかというと、私直接語ったことですが、彼岸丸が斜めになった、そして一突がありますね、一突の外場所がありますね、外場所をね乗っていって捕まっているうちに、よく救助された。これが上野雄次郎さんって言って、くしくも今私のうちの隣なんですね。それで8年ぐらい前に亡くなりましたけれどもですね、彼岸丸のですね、戦とどの一人の話、それから、もう一つは7月のその翌々日、7月16日ですね、この文献によりますと、アメリカの無人地帯にネバダ州かな、で原子爆弾は成功した。無人地帯ですから人は一人も死ねません。ただ原子爆弾では成功した。そしてそれがちょっと代表的なのは、青森市、その日ですね、7月16日、青森市内の中等学校の生徒は、近鉄中学校か工業学校、商業学校、女学校がもうすぎません、女学校らしいんですが、滝やる訓練をしていた。これは何ですか、ある国で原子爆弾を成功して、ある国の女学校が滝やる訓練をしていた。あまりにも対照的ではありませんか。これ今私調べてるんですけれども、それと当然育成の高等女学校の方々というと、もうほとんど苦節で入られてるんですね。だからこの日は私また青森区費を記録する会でも、私全県でつらいでいるんですけれども、そういうことです。それからもう一つは、その10日後、ポツダム宣言というのがありますね。皆さんもちろんご存知だろうと思います。早い話が日本よ、早くこの戦をやめなさいという内容の勧告文ですね。で、ポツダム宣言という名前ではないんですが、ポツダムという都市で発表されたから、俗称ポツダム宣言と言ってるわけです。何でもいいけれども、そのポツダム宣言が7月26日ですね。これを受諾できなかったのが当時の鈴木貫太郎内閣。誰が内閣でもこれは簡単に引き切れるわけはないですね。だって昭和16年10月7日8日ですか、パールハーバーアタック、真珠湾攻撃、撃った喧嘩なんです。撃った喧嘩が泣きそうになったからといって、はい、引き続きまして、どこの誰が言えますか、言えないでしょう。そういうふうなこともあってかどうか知らないですが、このポツダム宣言を受け入れなかった、グズグズしていたんですね。で、逆に言うと、この26日時この宣言を受けていれば、28日夜の青森空襲もなかったのに、もっと言えば8月6日の広島、長崎などの特殊爆弾、大型爆弾もなかったのに、ポツダム宣言がいかにそれを受諾するかしないか、そこのところは大きな軸だったろうと私は思います。
で8月6日広島にものすごい爆弾が落ちた。でその当時日本ではまだ原子爆弾という言葉がなかったんですよ。で何と伝えたかって、今でも新聞には大型爆弾とか特殊爆弾と書いてますね。原子爆弾という言葉を知らないというか、ああ日本ではなかったんですよ。で2日後の新聞からは原子爆弾というようになったんですね。それから明けて9月25日アメリカ軍が青森学校公園ある県から上陸しましたんですよ。新聞は青森県で、青森県の場合は、ワイルドキャットの点、この新聞もこの地図上にありますけれども、ね、ああいう新聞を発行するような余裕があったんですね。あのワイルドキャットという新聞を発行できたのは、なんか舞台の中に、印刷の経験のある日谷さんがおったとかっていう説がありますけれども、まあ、いずれにせよあの時代にですね、よくぞああいうあの新聞をワイルドキャッツという青森市内にあったワイルドキャッツという新聞ですね、よくぞやってくれたと私は思います。まあ、ちなみに東日報は28日の夜に全部リッテンクも焼きましたですね。新聞を発行することはできない。しかし東日報は結果的に私は偉かったと思う。隣の岩手日報、秋田薩摩紀新報などのご協力でより一日も欠かさず東日報が配達された。これは私東日報を大きく評価したいというふうに思って、おります。それからもう少しで終わりますけれども、昭和12年4月になります。それまで名乗っていた国民学校を名前を書いて昭和学校という元の名前に戻ります、うん、そして、22年度ですね、新生中学校の発足になります。翌年は新生高等学校の発足、その翌年は新生大学の発足というふうに今なっていくわけですけれども、最後になりましたがですね、一つですね、昭和11年の夏頃、私は青森市の柳町通りで茹でたトウモロコシを母と二人で入れました。その日朝早く母が起きてトウモロコシを鍋二つも茹でて、そして僕は僕なりにしよって、母は母なりに大量にしよって、地元駅から青森駅まで来て柳町まで歩いて行って、そして柳町の冷蔵箱の上で新聞紙は敷いてなかった風呂敷の上に茹でたトウモロコシ、1本10円だったから、日本で10円だったから忘れましたけれども、それが昭和21年の夏の私のトウモロコシを売ったあの、思い出であります。あとはですね、青森市内の人といえばほとんど給料取りが多いですね。空襲にあったもんですから、農産物そのものを、食べ物を直接手で入れるってことはできない。で我が家でですね、あの鉄道員の7人8人ぐらいが1週間で一度は必ずジャガイモを買いに来ました。私のうちではその年大量のジャガイモを作付けして大量にあったんです。でうちでも食べ合わせくらいで、よく青森市内の鉄道員たちが鉄道員たちがしょっちゅう来る。なぜか、強圧がただの、
乗客列車で乗れなきゃ貨物列車でも止められるんです。これが育成の特権です。だらぬぐらいです。私は6歳の子供でですね、会話を聞いていますと、神様という人、おそらくジンさんという名字だろうと、それから坂本などなど、あ、小林さんという人もいた、7人の常連があった。あの人たちは我が家のジャガイモで命をつないだ人だろうと思うんですね。我が家はもう黙って受け入れる場所だっちゅう。一週間で連続した人がいるんですね。いや、考えてねえよ、考えて。あ、俺言ってこれ。言ってるんじゃないかなと、自分が後では言ったんですけど。まあ、そんなことはどうでもいい。あの、いつりさんたちは、我が家のジャガイモで命をつないだことを思うと、嬉しく思います。あの、最後でありますが、私が、昭和20年7月28日の夜、青森の夜空を東宮町から見た。それと私の曽祖父、孫随さんの親ですね。これは安政6年生まれです。で、この、うちの曽祖父が年を計算したら9歳の頃、やはり後ろの窓から空の焼けるのを見たって言うんですね。それが明治元年9月22日、まだ旧暦ですね。露平津戦争の中戸集落八重地の夜空の真っ赤だったんですね。で、曽祖父とその彦孫の私が同じ空でその、焼けた空を見るっていうのはなぜかの縁からというふうに思ったりもしています。まあ、あの、なんかでありましたけれども、なんかご質問がありました。教科書、あの、これ、管理のものを持ってきてます。質問いいです。福井田さん、質問です。はい、あの、トウモロコシを売った時は、トウモロコシを柳町で売った時は、戦後から1年経ってたと思うんですけど、はい、青森市はどんな姿だったんでしょうか。はい、青森市は気候がどのぐらい進んでたのか。いい質問でしたら失礼ですけど、あのね、もうすぐ終わりますから、あの、青森に行っておりました。一度前では防空壕が見えました。どころか不老者という言葉を今使っていいんですかね。それからこういう言葉は今言われないそうですね。まあ、不老者と言わせてください。今日歴史の時間ですから。不老者が無用よ。そしてそれを尻尾に新町通りを歩いていきました。もちろん信号という信号はありませんでした。で、柳町まで行って、そして連合箱をひっくり返したんですね。上に新聞紙、普通は新聞紙を仕掛けたようで、新聞紙の記憶はない。持っていた風呂敷の上にトウモロコシを並べて売りました。一方中にだったか、日本で中にだったか、思い出せない。ちなみに帰りは夕方になりました。もうあんまり暑くない日でした。夕方、青森駅の待合室、不老者が独占、普通客がパラパラ、あの、座るところがね、もう不老者がほとんど、その中でですね、私は田舎の表現だもんだから、不老者を怖いおどおどしながら見ているんですけれども、
ある人がレゴを食べていました。その近くに不老者が2人も3人も来るんだよね。なぜだろうと思いました。そのレゴの粒っていうを捨てるのをいち早く拾おうっていう、そういう状況でした。あともう一つはね、日々を書くものすごいあの不老者がいました。足が悪くてね、日々の絵を描く、墨絵を描く画家、これ人は足が悪くてですね、であのあれです、トイレで行くのも普通の人でも大変だよね。足が悪いからますます眼科まで足を褒めをしてる。冬はいいけど夏は臭い。いつ家で叱られようと、おまわりさんで叱られようと、日々の絵を描くのいい人。そしてお酒を少ない人で、ちびり飲んでるんですね。で、ある夕日の夕方、その風呂を入れる画家がですね、あおり一枚の勾配へ行って、バツバツに振り回して怒ってるんですね。てめえらそれで民衆、警察か。いや、頭が良くて法律は覚えてるんだよ。もう民主主義の時代だ、警察威張る時代かっていうんでしょうね。そういうことで我々は戦地行ってこう足をこう肩を並べて頑張って、もう民主主義の時代だっていうようなことでしょうね。てめえらそれで民主主義、いや民主警察かってわざわざ言う振り上げていたこともあったんです。で、あの日々の家を今買って持ってる人、お宝物寝ていれば何十万もするじゃない、まあそれは冗談ですけれども。そして小じては昭和29年、昭和30年になったら完全な青森新地からなくなります。でそのなくなる頃に、読売新聞か朝日新聞か毎日新聞忘れた、私見たんだよね、大津青森地方版でね、写真でその日米画家を紹介していたんだよね。もう宮城県に帰るんだ。宮城県仙台の方を送る豪農の息子さんだったそうです。豪農、豪華な農業の息子さんだったっていう。頭が良くてね、で、まあ、仙台で楽青森で行くて、青森にとにかく不老者が多い。なぜか東北本線の冷え点、青森本線の冷え点、もう一つは函館路から来る三者揃っての冷え点なわけです。ですから青森は言葉が悪いけれども不老者のたまり場であったんですね。で、ある函館で話がもう終わる、というかもう終わりますけれども、一つだけ、函館一の余された不老者がですね、青森に一致したんですね。どうして来たか聞いたんですね。函館一で余されてる育員さんたち午前か6時で全部を出して例に学生に乗せて青森に行って擁護したという、そういうエピソードもあるんですね。それからあの終点大江線を今で言う間、新庄駅まで言ったこちらの東高線では裏町行ったあたりで死んでる人がいる、車の中で死んでるんですね。腹が減ってガシッ、そういう人もたくさんおったと思います。はい、では、終わりました。はい。